彼も、ね、指導員として。あ、すごい。はい。はい。どんな先輩ですか？一番年が近いのでちょっとお話ししやすく、はい、でなんかその周りの方とのコミュニケーションをつないでくださる先輩です。試合とかももう何回か？いや、試合はまだなくて、練習会場に、はい、行かせていただいたことがあって、あ、うん、ギャップが、あ、こんな感じなんだって。練習中の小野さん、どんな表情をされてたり？なんか、真面目だというか。普段は？普段は会社での、まろやかな方なので。でもシャープかちょっとほがらかかみたいな。そうですね、雰囲気が全然違ったので、はいはい、ちょっとそこはすごいびっくりしましたね。会社にこうスポーツチームがあるのって どんな感じですか？就職活動してる時に調べて、うん、あるっていうのを知って、私がもともとスポーツをやってたので、はい、いいなと思って、はい、直接会社として関われてるのいいなと思って、はい、私はここを選んだっていう理由もあるので。理由の一つ、ここまで続けられてる方ってすごいなっていう、なんかもう無条件の尊敬があるので。尊敬があって。 それ知ってましたか？聞いたことないです聞いたことないですそのようでした。こうバドミントンやることでみんななんかこう元気というか、気づくような場を作れたらっていう。周りの、ね、方のなんかフォローとかもあったりして、でこうバドミントンをすごく応援してるっていうお話も聞けて、とてもなんか有意義な時間だったなと思いますので、実際バドミントンをしている姿をちょっと取材させていただきたいと思いますので、引き続きご覧ください。